秋分の日の今日ですが、西日本では山口さん、この後晴れてくるところが増えてくるんですね、はい、そうですね、日本海側を中心にこの日の差すところが、ね、増える見込みなんです、はい、ではまず、ね、天気図をご覧ください。これ、午前6時現在の実況天気図でして、秋雨前線が西日本の南の海上にあります。また太平洋側を中心に雨雲が出ているんですけれども、前線から遠い日本海側を中心としたエリア、こちらはだんだんと大陸の高気圧圏内ということになります。で、今の雨雲を見ますと、まあ、前線付近の雲が、まあ、太平洋側の沖合を中心に広がっておりまして、まあ、一部が陸地にかかっています。また、ね、北寄りの風が入っている影響で山陰でも一部雨が降っているんですけども、それ以外のところだいぶ日の差してきたところが増えております。で、この後ですが、天気変化を見ますとですね、午後にかけて、さらに今曇っているところでも晴れてくるかというふうに見られます。もう少しね、この辺りは日中帯日の差すエリアが多いと思います、まあ、一方太平洋側に関してはまだ結構雲が分厚く、九州南部を中心に所々雨の降る状況続きますので、ですね、外出の際には雨具ご用意いただきたいと思います、はい、まとめてご覧いただきますと、まあこういった天気アイコンで太平洋側、特に九州南部を中心に雨の可能性がありますが、それ以外のところは日中日が差してくるとこういったところが増えます。あと体感なんですけれども、はい、太平洋側は、ね、まだちょっとムシムシとした体感あるかもしれません、ただ日本海側に近いエリアほど、昼間はカラッとした陽気ということになりそうです。はい、この後天気も回復してくるところが多くなりそうです。最新のこの先の気象情報についてもウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。